通算 B1 個人通算2300得点と1700アシストを達成しました鈴木達也。昨日からメンバーを2人入れ替えてきた大阪エベッサです。3試合続けて2桁得点、ゴール下で確かな存在感はこのウィリアムス・ニカです。島根は昨日と内ジョージ、今日はこの竹内がスターティング5に入っています。足元に渡すバウンドパスでショーン・ロング、カロエラが中に入ってくる、スリーポイント鈴木達也。いいですね、ロング選手素晴らしいアシスト。ここはハマーがつく、ビフォードが行く、ハマーも負けない、ビフォードのショット、今日は簡単にいかないんですがニック・ケイが取った、ね、ビフォード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 ボールコントロール、ショットクロック残り10秒、ロングに対してどうするか、ビフォードパスだ、ニック・ケイ上から最後ホームしてましたが、ね、素晴らしいアシスト選手、素晴らしい合わせ方、そしてベイビーフック、カロエラ選手もリバウンドでアドバンテージがあると思ってますね、なのでハマー選手に少し強引ですがスリー打たせましたね、はい、おここもかわしていって安藤選手、安藤選手、安藤、不合だ、ペリンビフォード、ペリンビフォード、ペリンビフォード、素晴らしいですね、今のも2つのドリブルチェンジ、はい、ちょっと残り5秒、また打ってきたスリーポイント、ここはリバウンドチップしてよく取りました、素晴らしいチップですね、うまいコンビネーションからのツーポイントシュート、いや半端じゃない、なんという巧みな技、原山選手今チップしていきます、はい、ゴダレーダースリーポイントシュート開始、いやいいですね、ゴダ選手、橋本です、カロイエロに入る、カロイエロ素晴らしいフットワーク、得点を決めていきました、そしてエンドワンですね、はい、エンドワンです、それだけタグの守備というところかもしれません。さあ谷口だ、カロイエロ間を引くパス回していって鈴木、まだフリーを作っていく橋本、フェイク飛ばしてからライン確認してのスリーポイントシュート、かなり難しいタフなショットで、近くにはニック・ケイ、ピックを使って、まだ入ってくる、まだ入ってくる、安藤選手、素晴らしいですね、今のもインサイドアウトで島根はもう得点をあそこは許してしまうシーンが続きそうですね、あのシチュエーションできるだけ作らせないようにというところですか、お今度は入ってきた、選手素晴らしいクロスオーバーでタイムアウト明けのオフェンス成功させたいところですね、はい、ビフ今度は島根の守備決めきりたい大阪、カロイアロ下からすり抜けてショーン・ロング、ここは来ましたね、この白浜の本当に攻守のハードワーク、流れを変えるか島根、サモーマジック、大阪も止めたいですね、安藤ここは後ろからファウルやってエンドワンですね、時間はあまりかけたくない、足元下がってステップバックスリーポイント、リバウンドロングが取って、ここは特にファウルせずに最後決めきりませんでした、島根よく逃げ切りましたね、はい。